日本放送オードリーのオールナイトニッポン、毎週土曜深1時の放送開始15周年を記念した番組イベント、オードリーのオールナイトニッポニン東京ドームが今日18日に行われる。昨年3月の放送内で発表されてから約1年、いよいよ当日を迎えることになる。昨年3月18日深夜の放送では、冒頭若林正康が一人でタイトルコール。しばらく WBC についてのトークをしていたところで、春日俊明の声が入ってきて、おーすごい人がいる、何これ？と驚きの声。若林が、いや春日さん困りますよ、最近怠慢だなと思っていたらととぼけていると、春日が、いやなんで今東京ドームいるのよ、かっこ笑い。遅刻も何も、22時前に日本放送前に入っているんだからさ、普段は控え室から1分で着くわけですから、ここは知らないもん。会室から急に目隠しされて連れて行かれてさ、知らない人がいっぱいいるぞ、なんで石井ちゃんとか安島さんとかと状況を説明していった。